こんにちは、マーチ電機です。今回ですが、電気代がむちゃくちゃ高いので1000円以上は節電効果が見込める大手電力会社の方に乗り換えました。で、なぜ大手電力会社に乗り換えると安くなるのかっていうのをね、今回お話ししていきたいと思います。で、タイトル通りなんですけど、長年使ってた大阪ガスの電気をやめて、関西電力のね、重量電灯 A というプランに移行しました。で、移行の理由なんですけど、燃料費の上限撤廃で電気代の方が爆上がりしたからですね。これがね、理由になります。で、電力会社を変えるきっかけになったのがですね、ツイッターのツイートなんですけど、ツイッターでいつも仲良くさせていただいてるインデックス投資家のナナシさんっていう方がおられるんですけど、で、この方がね、こんなツイートされてて、今月の電気代は4600円なりっていうことで、電気代の方をね、公開してくださってたんですけど、ナナシさんね、一人暮らしじゃなくて奥様もお子様もおられるんですよ。で、家族で生活されてんのに、なんとこの値段なんですよね。ほんまに家族で生活してるって疑いたくなるぐらいね、安いと思うんですよ。で、節電のポイントなんかもね、ツイートにまとめてくださってて、その内容がね、また素晴らしいんで、こちらもね、ぜひ見ていただきたいんですけど、ただ変えるきっかけになったのは、この素晴らしい節電のポイントじゃなくて、もう一つね、安い原因に気がついたんですよ。それがね、燃料費調整額。なんとね、ナナシさんの燃料費調整額、371円なんですよ。で、対して、これうちの今月の電気代なんですけど、2000円超えてるんですよね。この差はね、かなり大きいじゃないですか。なのでこれ見て、速攻でね、電力会社乗り換えました。で、先月までは大阪ガスの方にも燃料費の上限があったので、こんなにね、燃料費調整額高くなかったんですけど、やっぱ上限なくなるとね、むちゃくちゃ電気代高くなりますね。で、今回ね、僕が乗り換えたみたいに、大手電力会社であればまた燃料費調整額の上限が残ってるプランもあるんですよ。で、中にはすでに上限がね、撤廃されてるプランもありますので、大手電力会社でどのプランが上限残ってて、で、どのプランがすでに上限なくなってるのかっていうのをまとめてきましたので、こちらの方をね、紹介していきます。で、僕みたいにね、新電力使ってるっていう方は、燃料費の上限がある大手電力会社のプランに乗り換えると電気代安くなりますので、今月電気代高くてマジでどうしようって悩んでおられる方は、ぜひね、最後まで見ていただいて、動画の方を参考にしていただければと思います。ではね、前置きの方が長くなりましたが、解説の方に移っていきたいと思います。はい、ではですね、大手電力会社、全部でね、10社あるんですけど、この10社でどのプランなら燃料費調整額の上限が残ってるのかっていうのを紹介していきます。で、まずですね、大手電力会社の電力プランには電気の大きさによって3つにね、分けることができます。で、それが低圧、高圧、特別高圧、この3つです。で、高圧と特別高圧はすでにね、上限の方がありません。ただ、この2つは企業さん向けのね、電力プランになるかと思いますので、僕たちみたいな一般家庭で生活してるものに関しては特にね、関係がありません。で、僕たちに関係あるのは最初に言った低圧ですね。で、この低圧がまたね、2つのプランに分けることができます。で、それが自由料金プランっていうのと規制料金プランっていうものですね。で、自由料金プランっていうのは2016年の4月、いわゆる電力の自由化以降に出てきた料金プランのことを言います。で、これはですね、電力会社側で単価とかプランの内容とかを任意にね、設定したり変更できることが特徴になります。で、もう一つが規制料金プランですね。で、これは電力の自由化以前、だから2016年4月より以前からある料金プランのことで、名前の通りね、国の規制が入ってるプランになりますので、電力会社側で簡単にね、基本料金とかを変更することができないプランになります。で、自由料金プランの方がですね、2022年の12月を最後に大手電力会社10社とも上限の方をね、撤廃しております。ですので、最近できたようなプラン、北海道電力でいうとエネトクポイントプランとかエネトク S プランとか、関西電力でいうとハッピータイムプランとか、こういったプランはすでにね、燃料費の上限の方が撤廃されております。で、もう一つの規制料金プランの方ですね、重量電灯 A とか重量電灯 B とか、こういった電力の自由化以前からあるプランの方は未だに燃料費上限の方があります。で、関西電力に僕乗り換える前に契約約款全部読んだんですけど、僕が契約した
重量電灯 A で言うと、この一番新しい契約約款の方に燃料費上限が高くなってもこの値で計算するっていうのがねしっかりと書かれてますので、未だにね上限の方があるのは間違いないかと思います。ですので大手電力会社10社には規制料金と言われる重量電灯 A とか重量電灯 B とか、そういった名前の料金プランがありますので、そちらに乗り換えてもらったら燃料費上限の方がある感じになります。で、間違っても自由料金の方に乗り換えないように注意してください。こっちに乗り換えたら燃料費の上限がないので、今まで使ってる新電力とね大して変わらん、むしろね悪くなったりしますので、この点はね注意してください。で、あとですね、今回僕関西電力の重量電灯 A に乗り換えたんですけど、乗り換えたらどれくらい電気代が変わるのかっていうのは皆さん気になるところかと思いますので、うちの今月の電気の使用量を使ってどれくらいね電気代変わるかっていうのを計算してみましたので、こちらの方をね紹介していきたいと思います。はい、ではですね、電気料金の計算結果の方を紹介していきます。で、僕がですね大阪ガスの電気から関西電力の方に乗り換えましたので、それぞれのね料金にどれくらいの違いがあるかっていうのをまず紹介しておきます。で、関西電力の重量電灯 A の料金単価がこんな感じになります。で、大阪ガスのベース AG プランかなの料金単価の方がこんな感じになります。見てもらったらわかる通り、大阪ガスの方がね料金単価としては安い感じです。で、次に燃料費調整単価の方も紹介しておくと、2022年12月の燃料費調整単価になるんですけど、関西電力の方が 15kWh までが 33.66円で、それ以降 1kWh につき 2.24 円加算されていく感じになります。で、大阪ガスの方が 15kWh までが 152.21 円で、 15kWh 以降が 1kWh につき 10.15 円単価の方が増えていきます。もう見てもらったら分かる通りで、単価の差えぐいっすよね、上限あるとないで。で、これをもとに電気代の方を計算したんですけど、で、うちの2022年12月の電気の使用量の方が 205kWh でした。で、この使用量で大阪ガスの方から切った請求書の内訳の方がこんな感じになります。基本料金の方が285円で、重量料金制なんで電力料金の第1段階目が 2132.55円で、2段階目が 2116.50円で、燃料費調整額の方が 2080.71円で、最後再エネ賦課金ですね、こちらの方が707円という感じになります。で、これを合計すると、7321円ですね。ちょっと端数切ってますが、金額の方はこんな感じになります。で、続いて関西電力の方ですが、基本料金の方が341円で、こちらも重量料金制になっておりますので、第1段階目の方が 2132.55円、これは大阪ガスと変わらない感じですね。で、2段階目が 2185.35円、ちょっとね大阪ガスよりも高くなります。で、燃料費調整額の方が 459.26円、もうだいぶ安いですね、ここが。で、再エネ賦課金は一緒なんで707円になります。で、これらを合計すると、5825円になって、上限がない大阪ガスの電気との差が1496円になります。で、どうですかね、上限あるないではこれくらいね電気代が変わってきますので、僕が速攻ね電力会社変えた意味が分かっていただけるんじゃないでしょうか。で、電気の使用量がうち 205kWh って、ちょっとね低い方なんで、上限あるなしの差がね1500円いくかいかないかぐらいなんですけど、これがもし使用量 500kWh とか 1000kWh だったらもっと差つくんですよ。で、それちょっと計算してみたんですけど、使用量 500kWh で燃料費調整額の方を計算すると、大阪ガスの方がなんとね5075円かかるんですよ。で、関西電力だったら1120円で抑えれます。で、その差がねなんと3955円で、これ使用量 1000kWh になると大阪ガスだと11,150円、上限がある関西電力だと2240円で、この差がなんとね7910円になります。約8000円、この差は結構でかいですよね。使用量増えれば増えるほど燃料費調整額のね金額も増えていくので、
毎月の電気の使用量が高いほど燃料費のね上限がある方がお得に電気使える感じにはなります。でこんな感じでね、燃料費調整額の上限がある電力会社に乗り換えるとお得だっていうのがね分かっていただけたかと思うんですけど、最後にですね一つ注意点がありまして、それがね中国電力の話になるんですけど、去年のね2022年11月25日に中国電力さんの方が低圧部門の規制料金見直しの発表をされてて、これによると2023年の4月1日から電気料金の方を平均で 31.33% 値上げするというふうに発表されてます。で今回の動画を見ていただいて中国電力さんの方に乗り換えようかなって考えてくださってる方は、4月1日に料金の見直しがあるっていうのはね、知って上で乗り換えるようにしてください。で概要欄の方にこの見直しについてっていう資料の方を貼っておきますので、中国電力エリアに住まれてる方はこちらの方ね必ずチェックしてから電力会社変えるようにしてください。はい、では今回はですね、なんで大手電力会社に乗り換えると安くなるかっていうのをね解説させてもらったんですけど、でこの動画見て大手電力会社に乗り換えようって考えておられる方は、今契約されてる電力会社の中にはすでにね新規受付を停止している場合もありますので、大手電力会社に乗り換えると戻れないっていうこともあるんですよ。ですので乗り換えられる際はそのあたりをねしっかり検討した上で行動されるようにしてください。で最後の最後になってしまいましたが、今回ね電力会社を乗り換えるきっかけをくださったインデックス投資家の七瀬さんについて簡単にね紹介させてください。で七瀬さんはツイッターやブログの方でインデックス投資について発信されてる方です。で発信されてる内容が素晴らしくて、こっちが欲しい情報を分かりやすくまとめてくださってるのはもちろんなんですけど、基本的に実体験をもとにね発信されてるんで、こっちが気づいてなかったけど欲しい情報や、あそういう風に考えたらいいんやっていう気づきをね与えてもらえる情報を発信してくださってます。で僕もねインデックス投資の方はやってるんですけど、どの証券口座使うかとかどの銘柄に投資するかっていうのは基本的に七瀬さんのブログやツイッターを参考にさせてもらってますので、マジでねおすすめです。でインデックス投資をねすでにされてる方や、積立NISAなどを使ってこれからインデックス投資してみようかなっていう方は、ぜひね七瀬さんのブログやツイッターをチェックしてみてください。はい、というわけでですね今回の動画はこれで以上になります。動画が参考になったよっていう方はですね、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。じゃあねー。